なあ、俺たちってさ、友達だよな。今日さ、お前をこの寿司屋に呼び出したのにはさ、理由があってさ。ああ、ごめん、そっか。ここ寿司屋じゃなくて喫茶店か。ごめん。まあいいや、寿司食いながら話そう。ああ、そっか、これチーズケーキか。まあいいや、そういうことじゃなくて、な、大人になるってどういうことだと思う？子供から大人に変わるって何だと思う？俺は許せるようになることだと思う。子供は些細なことでイライラしたり怒ったりしてしまう。でも大人は広く寛大な心を持って何でも許すことができる。そして俺はもう大人だ。だからもういろんなものを許してる。例えば、回転寿司に並んでる、こう、ハンバーグのお寿司とか、エビフライのお寿司とか、イカ天のお寿司とか、味玉のお寿司とか。ああいう子供だったらこんなの寿司じゃねえよって言ってしまいそうなもの、あれ俺全部許してるんだ。ネタがあって、シャリがあったら、寿司だ。ああいうとんかつロールとかも、形が巻き寿司だから、巻き寿司だ。ああいう、みんなが寿司じゃないって言いそうな寿司、あれも全部寿司だって。俺は大人だからそう思ってる。そして、そういうふうに、いろんな寿司を許してるうち、俺は何が寿司かわからなくなった。今俺には全部が寿司に見えるんだ。そんな俺とも友達でいてくれるよな。俺今、そう見えるんだ。例えば、牛丼は、シャリがあってネタがあるから寿司だ。カレーはシャリがあってネタがドロドロの寿司だ。ピザはシャリがパンの寿司だ。全部寿司に見えるんだよ。今俺そういう風に世界が見えてるんだ。サンドイッチはもう絶対寿司だよな。巻き寿司にもなるし、寿司にもなるよな。形的に。どっちでもいける珍しい例だよな。あるいはこうケバブサンドとかタコスとか、あれっきゃ大体全部巻き寿司だろ。全部寿司に見えるんだよ。マジで大体寿司。例えば、ポッキーとかトッポとか、あっち系も、ものすごく、こうやって見れば巻き寿司だろ。ものすごくこう見ないといけないけど、全部そう見えるんだよ。そしてこれは、例えばそれこそアンパンマンとかも話変わってくるんだよな。アンパンマンってあれ、こう、アンパンの部分がさ、あんをこうくるんでるから、巻き寿司にはなるよな。だからあれは巻き寿司マンになるだろ。カレーパンマンも巻き寿司マンになってくるだろ。メロンパンナちゃんも巻き寿司マンになってくるだろ。だいたい全部巻き寿司になってくるんだよ。んで、って考えたら、例えばドラえもんとかもそうだよな。猫型ロボットとは言ってるけど、そもそもロボットがさ、中の部品くるんでるんだから、あれは猫型巻き寿司になってくる。というか、そもそも猫だってさ、中のものそこくるんでんだから、あれ巻き寿司なわけだから、ドラえもんって巻き寿司型巻き寿司になってくる。完全に巻き寿司になる。今俺そういう風に全部見えてるんだよ。で、別にこれは、見えてるものだけじゃないよ。その生き物は全部巻き寿司に見えるし、あるいは見えないもの。例えば、人間関係だってさ、こう、信頼の上に成り立ってるから寿司だよな。完全に寿司に見えるよな。そういう風に見える。大体全部寿司なんだよ。世の中だって寿司だし、何でも歴史だってこう、過去未来寿司って見えるし、大体全部そう見えるんだよ。あるいは、音楽なんかもそうだよな。音楽があって、リズムがあって、メロディーがあるから完全に寿司だよな。ラットってシャリがいいよなって、そういう風に見えるんだ。俺今そういう風に世界が見えるんだよ。で、あるいは、例えばそれこそ、この地球自体もそうだよな。地球ってほら、陸があって空があるから寿司だよな。海があって空があるから寿司だよな。海岸に行ってみ、遠くまで広がるさ、寿司と寿司のこの、寿司平線がさ、広がってるわけだろ。そしたらもう寿司だろ。地球は寿司なんだよ。だからそれはもう全ての星が寿司になってくるよな。だから水金地下木じゃないんだ。あれもう寿司寿司ってなってくるよ。全部寿司になってくるだろ。今俺はそういう世界で生きてるんだよ。な、巻き寿司。俺とさ、友達でいてくれよ。
俺は寿司を許しすぎて壊れてしまったけれど、そんな俺ともこれからも友達、まあ友達も信頼の上になりますから、まあ寿司か、寿司でいてくれよ。巻き寿司と巻き寿司で寿司でいようぜ。巻き寿司と巻き寿司でまぶ寿司でいたいんだよ俺は。なそうやって俺と寿司でいてくれよ。なんでダメなんだよ。大人は許す巻き寿司だろ。許す巻き寿司なんだよ。だから許してくれよ。俺がこうなってしまったことをさ。なあ、だいたいさ、人間いくら一生懸命生きるように酔うに考えても、いつかガリガリになってひらめいたことも言わしてもらえないままえいやという具合に死んでいく、サバサバとしたところがある中で、避けられないものがあり、あ、ひらめさんま、そんな中、上がりと言いたいところもあるが、そうだよ。俺はもう今、寿司に関するワードが言いたいだけになった。なんだろう、もうだって、全部が寿司で逃れられないんだから、もうそれでいいだろう。もう人間は寿司のもとに生きていくしかないんだよ。いいか、この世界ってのは、7日間かけて、板前が握ったんだよ。そうやって生まれたんだよ。なあ、だからこれからも俺と友達でいてくれよ。なんでダメなんだよ。お先真っ黒だ。だいたいこの星は回ってるんだぞ。